開けてみるか。やったぜ。それじゃ。おう。はい。おい。失礼しました。ねえ。No. Oh. Excuse me. Sorry. Haha.
おう。あ。おう。どうしよう。え？おう。来いよ。さーて。
しむがいい。すみませんでした。ありがとうございます。いいや、ありがとうございます。本日のツアーはありがとうございました。失礼いたしました。いやいや、中華街回れてめっちゃ楽しかったっす。ありがとうございます。絡んできた男めっちゃ怖かったのに。お姉は弱い乙女なんで、すごく怖い。あ、お姉さん、最後に見た豚ってなんていう。サンラートンです。耳を撫でると美食とめ。そうそう、サンラートン。あいつ可愛かったからストラップとか欲しいなって思ってるんですよ。それでしたら中華街の入り口のお店に売ってるので、帰りにぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。お姉さん、今日一日でガイド上手くなりました。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。春日さん、本当にありが…まあ、これしか特技がねえから。つか、あやみもあんなで…最初はすごく怖かったんです。でも、明るくて頼りになって、かっこよくて、お客さんの最高の思い出を作る。かっこいいじゃねえか。さっきのあやみはツアー客も最後は全員楽しんでたし、父ちゃんと母ちゃんも。本当ですか？よかった。あやみが頑張ったからだろう。いい両親を。今晩食事するので、たくさん親孝行してきます。あ、そうだ、春日さん、では春日さん。あの、すみません。いきなり失礼します。あやみの父です。いや、大したことはしてないっすよ。あやみはご両親が来るってこと。あの子、おっちょこちょいなんですけど、一生懸命で親孝行、私たちに心配かけないようにしてるだけで、本当は仕事がうまくいってないんじゃないかとか。でも今日のあやみの姿を見て、すぐあやみがあんなにたくましくて人を笑顔にできる子だなんて、今までお父さんなんて感動して泣いてましたよ。お母さん、余計なことを言うんじゃない。あいつはこれからもっといいガイドになりますよ。かわいい子には旅をさせよですね。春日さんみたいな素敵な方もいますし。あやみとはどういったご関係で。ちょっと、これは失礼。春日君と言って。